下道元幸さんは国内外の戦争の遺構や沖縄の津波で流れ着いた巨石である津波石など歴史的でモニュメンタルな存在が人々の日常に埋没していく風景を調査・収集し発表する一方で道端の細い水路や側溝に架けられた橋といった人々の小さな創造物などに着目し記録する活動を続けています今回展示された母の蓋は 下道さんと同居していた義母がなくしたティーポットのふたを手近にあるさまざまなもので代用している様子を密かに観察した作品です。 14歳とデコとポコでは、中学生に母の蓋のように各家庭の中でなくしたものや欠けたものを身近な滅なものや工夫で補っている物事についてリサーチしてもらい、彼らがそれらを簡潔な文章で紹介しています。損失や欠落は悲しみを伴いますが、それを別の何かで補うことで日常を回復していく様子は変わらないように見える毎日にも、 さまざまな発見が隠されていることを私たちに気づかせてくれます。